皆さんこんにちは。シトロエン所沢営業の古川です。本日は弊社の認定中古車のご紹介になります。本日ご紹介いたしますお車がこちらになります。 C5 エアクロス SUV でございます。今回もこちらの C5 エアクロスの内外装の傷のご紹介をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは外装面のご紹介からになります。ではぐるっと一周見ていきたいと思います。こちらの C5 エアクロスですが、年式が2020年式、走行距離が4万4000キロほどとなっております。ちょっと走行距離で見るとなかなかに走ってしまっている車ではあります。しかし4万4000キロほど走っている割には外装の状態は良好かなと思います。特にへこみですとかスリップですとか、そういったような目立つような大きな傷は見当たらないかなと思います。ちょっとこういった部分もですね、樹脂パーツにすり傷とか若干見受けられるかなと思います。テールゲートはですね、こちら電動のテールゲートになっております。トランクはこのような大きさになっております。こちら弊社では中古車ですね、現状販売とさせていただいているので、普段だったらここにシートカバーついてたりするんですけども、こちらの車はちょっとシートカバーがついてない仕様になっております。閉める際はこちらの赤いボタンを押していただくと、このように後ろでそのまま閉まってくれます。はい、そのまま右の側面まで見てまいります。綺麗な白と黒のツートンカラーとなっていますね。こちらの C5 エアクロス、グレードが社員の真ん中のグレードになっております。右側面も特に擦り傷とか大きく見当たるような傷は、目立つような傷は見当たりません。一箇所ここにちょっと小さい傷ですが、塗装の剥がれですかね、が見当たります。で最後にタイヤのご紹介です。タイヤサイズがこちらですね。タイヤが235-50、ホイールが18インチとなっております。ホイールはこちら純正のアルミホイールとなっております。はい、続いて内装のご紹介です。まず最初にですね、先ほどトランクカバーがなかったというところで、弊社では中古車現状販売とさせていただいているってご説明させていただいたんですけども、逆に、ついてくるものもございます。まずですね、こちらドライブレコーダーが装備されております。そしてこちらのダッシュボード開けていただくと、こちらの中に見えますでしょうか、ETC も装備されております。あとはですね、今私が座っているこのシート、こちらもなんとシートカバーが装備されております。おそらく前のオーナー様がつけていただいたものかと思われます。このシートカバーの下は通常の C5 エアクロスと同じハーフレザーのシートとなっております。こちらの3点ですかねはもう現状販売なので、そのままもしお買い上げされた際にはついてくるものとなっております。では実際にエンジンの方もかけてみたいと思います。はい、こちらの C5 エアクロスエンジンはですね、2リッターの直列4気筒、ディーゼルターボエンジンとなっております。ディーゼルなのでガソリンよりも燃費はいいかなと思われます。ナビは、ついておりません。ですので、
ナビがついてないのでこちらにあります、ね、USB の方にですね携帯をつないでいただいて、まあ、いわゆる Apple CarPlay または Android Auto で、Google マップなどを開いてですねナビゲーション代わりにしていただく必要があります。続いて後部座席のご紹介です。後部座席がですね特徴的なのがこちら3席独立シートとなっております。ですので、大きさがですね3席とも、まあ、均等な大きさになっております。ですので大人3人がですね乗っても、まあ、しっかりと3人とも余裕を持って座れるシートとなっております。また3席とも独立しているので、まあ、このように、まあ、1個ずつそれぞれ倒すことができます。ですので、まあ、使用用途に合わせてそれぞれいろんな倒し方を行うことができます。はい、いかがでしたでしょうか。最後にですねこちらの C5 エアクロスの情報をおさらいしていきたいと思います。こちらの C5 エアクロス電式が2020年式走行距離が約4万4000キロほどとなっております。グレードは真ん中のツインというグレードになっております。エンジンは2リッターのディーゼルターボエンジンとなっております。そして、気になる金額なんですけれども、こちら車両本体価格が298万9000円ほどとなっております。今回こちらの動画をご覧になりまして、もしこちらの C5 エアクロスが気に入った、もしくは直接見てみたいと思いましたら、動画の概要欄の方にですねお店の情報を記載しておりますので、ぜひこちらからお問い合わせくださいませ。また当チャンネルでは他にも様々な中古車のご紹介を行っておりますので、ぜひそちらの方もご覧くださいませ。それでは本日、私シトロエン所沢営業の古川がお送りいたしました。ありがとうございました。